結構震えてる事実というか、何今年あと2ヶ月経たずして終わる2ヶ月で終わるっていうのが結構俺信じられないんですよ。確かに。あれ早いね。何もしてねえ今年。でも結構もうでもメンたちがメンとオラックが加入して1年無限に長く感じるけど、相当いろいろやってきたでしょ。確かに。いろんなことをやりました。うん、まだ1年経ってないから。なんかマジであっという間だったというか、なんかいろんなことしたらいつの間にかもプレアンってこの前になった。確かに。ドジョルさん的にやっぱ今年の一番の結果はヘライコンとかアニメ化すか。そうだね。まあなんか一つの、いやでも僕ドズルシャミュージアムとか良かったなと思うけど、ね、それぞれの作っていうよりやっぱなんかチームで動けるようになったのがすげえいいなって思うけどね、個人的に。うん、うんうん、はいはいはい、みんなでね。ミュージアム俺またやりたいというかリベンジしたいんですよ。やりたい、あれおもろいかった。楽しかったっす。なんかまたなんか考えよう。ドスボザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。